我々の生命はたった一個の受精細胞から始まる。ところが1000回に3回の割合でこの細胞群が2つに分かれ、2人の人間が生まれてくることがある。一卵性双生児。彼らは生命として誕生してからの最初の数日間、一人の人間であった。シンクロニシティ、心理学者ユングの提唱した因果関係のない結合の原理、ミネソタ大学のトーマス・ボーチャード博士によって、創生時間のシンクロニシティに関する研究がなされている。博士は別々に育った創生児のその後の人生における多くの一致を発見し、関係者の注目を浴びた。しかし、同じ遺伝子を持つという理由だけでは説明のつかない例も報告されている。オーストラリアのクロミンスキー姉妹、姉ペグが交通事故による胸への圧迫で即死した同時刻、家で寝ていた妹ヘレンも同様に胸の痛みを訴え息を引き取ったという。人間の一生で最大のイベントは誕生と死であると言われている。誕生だけでなく受精さえも分かち合っている一卵性双生児は死までも分かち合うのだろうか。私はすでに過去の人間で、肉体的にも社会的にも決して生きているとは言えない。だけどこうして意識だけは存在し、あの人たちのことをずっと見つめ続けている。始まりも、そして多分終わりも。弾丸を心臓内に残したまま止血、人工心肺をつないで低体温法によって血流を保ってあり、そのまますでに40時間経過している。長時間移動するにはうちのものに比べて人工心肺のクオリティが低すぎたわね。あの心臓は当てにはしていません。本国で行われた延命治療はここまで運び込むための時間稼ぎに過ぎないんです。すでに心臓の提供者もこちらで用意してあります。
しよっか。ジェイコブはもう手術室に収容してあるんだな。ええ。Repeated sanctions have been ineffective in putting down the resistance. This wave of democratization is making our country unstable. 祖国の政情不安を嘆いています。完全に被害者気取りだな。そもそも独裁者が長生きしようというのが間違ってるんだよ。弾圧だの処刑だの、あれだけ好き勝手なことやってきて、今日まで生きてこられたことの方が不思議だ。今のところたかが銃弾一発心臓に打ち込まれただけだろう。 The president is the most important person in the world. We do hope for the president to be fine forever and ever. Exactly. Thank you. どうぞ。よく脳死患者が出たんですね。いえ、脳も生きている人間からの心臓です。ジェイコブの双子のお兄さんです。脳梁の一部に障害があり、情動反応が見られません。エサウというのは彼の呼び名です。本来名前はありません。生まれてからすぐ下で預かっていたので。下？すべて今は亡きアイザック・カスパ氏の意向です。ジェイコブ自身もエサウの存在を知りません。